久保さんいやーゆうちょ銀行行きますよゆうちょ銀行一発目ゆうちょ銀行行こうかなでもね僕宮崎銀行が好きで宮崎銀行がのキャッチコピーがなんだっけな宮宮崎銀行のキャッチコピーが結構好きなんですよ何かななんだっけなあの明日の明日の夢人から人へなんですよ明日の夢 人から人へと。これね、宮崎銀行のキャッシュコピー好きなんですよね、僕。明日のドリーム。人から人へと。こう伝えていくっていうね。これもすごいいいんで、まあ今僕、あの、メインバンク、<laughs> 宮崎銀行なんで、個人のやつが。<laughs> だうん、まあまあまあ、ま、ね、個人の方は結構通帳多分5枚ぐらい貯まったと思うんですよ。5枚か6枚。うん、たまったと思うんで。<laughs> 個人は信用あるとは思うんですけどね。まあでもとりあえずゆうちょ銀行当たってみます。はい。でもね、宮崎銀行作れるんだったら宮崎行きたいですけどね。まあそこはまあ、あのー、やってみます。ダメだったらダメでしょうがないですし。ただ、久保さんの言う通り、ホームページとかいらないですよね。 そう何をもって基準にするのかなって。じゃあデザ、ね、デザイナーに頼んでね、綺麗な感じのおしゃれなホームページ作ってくださいって言ったら、誰でも、なんか今のご時世ねあ、いけるじゃないですか、外注して。そう。なんでもできるんで。うん。だ結局なんかあれなんですよね、形なんですよね。うん。まあ、大人の事情ってやつですかね。はい。はい。まあ、ということで、まあ、今回のテーマはですね、 えー、全ての出来事を金に変えられる力と。まあ、えー、僕のお客さんとか、まあ、お金を稼ぎたいですっていう、まあ、ご相談いただくお金について悩んでる方が多いんですけれども、まあ、お金に悩んでるけど、全てのことをお金に変えようとしないよねと。な <laughs> んでかな <laughs> みたいな。いや、僕なんかもあの、絶対回収、絶対回収マインドみたいなのもあるんで、 だから例えば旅行行ったら絶対なんか旅行のそこでしか撮れない景色で動画撮るとか、そこの写真撮るとか、まあそれで、えー、なんだ、インターネット上に公開して集客したりとか、そのコンテンツにするんですけど、これみんなやんないですよね。例えば今回の久保さんの銀行講座できましたっていうネタも、これね多分ね、ロングテールで回ると思いますよ。これ実際その上、僕、僕は、それでね、自分はこれね、興味を持つってことが大事で、 自分は会社作らなかったとしてもお金には興味あるわけじゃないですか申し上げますねお金を稼ぐことにきっと興味あるはずなんですよで会社作ることには興味なかったとしてもお金を稼ぐことに興味があるんだったら関心を持つべきなんですよ要はこれで悩んでる人がいて実際にこれでサイトを作り込んでる人がいるんですね調べればわかりますよ法人口座作り方とか検索したら あの、アフリエーターさん上級アフリエーターさんとか作り込んでるサイト出てきますから。作り込んでますから。だからアクセス来るんですよ。中長期で。しかもこれって絶対消えなくないですかで、特に本当にオレオレ詐欺が多発して200、2000、何年 ?6 年前ぐらいから、7年前かな、ぐらいから本当に厳しくなり始めてい、なったんですよ。全然取れないみたいなね。そう。 だからまあこれはね逆に言うと取れないからこそどうやって取ればいいんだろうってやっぱ悩んでる人がいるんですよどこ行ってもダメみたいなまあ僕の事例で言うと横浜銀行で行けました横浜銀行で取れました新規講座解説ですねうんなんでそのうん,うんうんまあべてをお金に変わる力って何かっていうとすべてをこう発信にする 発信のネタに使うっていうのが大事なのかなと思いますね。うん。だからまあ、うーん、みんなお金稼ぎたいと言いながらそれをやらないので、なぜかなっていう疑問ですね、これも。あの、久保さんが、それってなんか必要ですかみたいな、その疑問と一緒ですよね。銀行員に、それ、それなんでですかっていう。お金稼ぎたいんだったら、これ、だって自分の、例えば最近だと僕ラーメン食べたら、 インスタグラムにアップするんですけど、ラーメンアクセス集めやすいんですよ。ラーメン食べてインスタにアップしてますよ、写真。<laughs> だってラーメン700円とか一杯するじゃないですか。で、それって回収しないと今あるお金から減ってるだけですよ。飯食って美味しかったね、終了で。いや、別にあの、久保さん、久保さんなんかお金全然困ってないけれどもやってるんですよ。<laughs> 全然お金に困ってないぐらいやってるわけですよ。いや僕はお金に困ってますからお金に困ってますからもうガンガンやってますよ。もうネタにしてそれをコンテンツ化してやってますけどお金に困ってるんだと絶対やった方が良くないですかやるかやらないかですよ本当に。うん。やらなかったら飯食って終わりです。だからお金に困ってないんだったらやらなくてもいいんですけど久保さんはお金に困ってないけどもはやりまくってるっていうね。これなんか矛盾ですよね。 うん、だからそのアクセスをどう集めるのか世の中にどういうニーズがあるのかっていうのをしっかりと考えて、うん、ネット上にはどういうサイトがあるのかどういうコンテンツがあるのかっていうのを見てあ知ることですよねうんまあ少なくとも僕も言ってますから調べれば出てきます本当にだからまああとは調べてあ本当にこういうニーズがあってアフリエイターさん作り込んでるサイトあるなとかねうまいなとかねうんだからそういうのを なんか感じて行動できないとダメかなと思いますけどねうん。はいということで久保さんの動画どうぞはいえー、今回はですねこのゆうちょ銀行の話をしようかと思いますどんな話かと言いますとえー、新しく作った法人に対しては2019年9月16日の段階では、はい、ゆうちょ銀行が最も早くできますし必要な書類も少ないです で、えー、聞き取りとかも面談とかもありませんでした。えっ、ー、と、どういうふうな手順でいったかと言いますと、まずはね、この私の会社、私っていうかね、奥さんにプレゼントした会社なんですけども、アイアジアトレードっていう会社。この会社を設立したのは8月1日です。で、8月中は、あいわゆる一般銀行ですね。まあ、いろんな銀行ありますよね、世の中に。いろんな銀行にアプローチをかけていました。ネット銀行も込みで。 えー、どこも銀行口座開設には至らなかったんですよ。おや銀行口座作るの難しくなったなと思いましたね、えー。その中でですね、この書類を出してくれって言われてすごく困ったのが、あ会社の取引実績、そして会社のホームページですよね。あのー、すいませんって銀行の担当の方に言われ、あのー、申し上げたんですけども、すいませんけども、これ、ホームページって何で必要なんですって聞いたら、会社の信用度を測るためって言われましたね。えー、でも待ってくださいよ ホームページってでいくらでも架空で作ることができますよね。でこんな事業をやりたいあんな事業をやりたいって言ってもやったことのない事業を書くわけですからどうやって信頼性を測るんですかっていうふうに聞いたんですよ。そしたら担当の方は「ちょっとそれは審査部でやるんで分かりませんね」ってことだったんですよ。わかりました。じゃあ,あの会社のホームページはあります。そしてそれを作ったのは私です。 大丈夫ですか、ね、それで、どんな文言を入れれば信頼性が高いっていうふうに判断されますって聞いたんですよ。そしたら、その文言を入れますからって言ったら、ちょっとそれは分かりませんねって言われたんですよ。まあ、分かんないのもしょうがないなと思ったんで、それっぽいホームページにね、再整備して、えー、提出しました。これが一つ。もう一つなんですけども、会社の取引実績を出してくれって言われました。いや、でも待ってくださいよと。今作った会社ですよ。取引実績あるわけじゃない,あるわけないじゃないですか。しかも、しかもですよ。銀行口座がないんで、取引できてないんですって話したんですよ。 うん、どういうことですかねこういうのこういう質問投げかけてくるんですよいや確かに銀行口座がないんで取引の実績ないじゃないですかじゃあ一体何の誰の取引を求めてるのかなとじゃあ代表者のですか代表者の個人的な取引履歴ですかでもそれは代表者個人の取引履歴であってこれから始まる会社の取引に使うかどうかわからないじゃないですかじゃあ,あの創業者がね えー、転売をししていましたその実績を持ってお金を持って新しい会社作るぞって言った時に会社はホームページ作成代行かもしれないじゃないですかそしたらその代表者の実績って新しく作る会社新しく始める会社に何の連続性もないんですよ関わりもないんですよじゃあこれで何をねの担保していくのかなってすごく不思議だったですね、うん、あとはなんかね登記簿謄本と印鑑証明が必要なのはそれとあの代表者のね 免許証のコピーが必要なのは分かるんですけども、定款を求めてこなかったですよね。うん、だからそういった意味で、まあ、いろんな判断基準があるんで、それを一方的に批判するわけではないですけども、あーなんかね、わけ分からなくなっちゃったなというところでございます。そこに比べて、このゆうちょ銀行なんですけども、ゆうちょ銀行を求めていたのは、まあ、代表者の免許のコピーですよね。それから、あーと定款、ね、定款会社作ったときに定刊ができますので、定款をコピーして出すということですね。それから、印鑑証明と登記簿等本あとはですね、 営業所の、営業所に使う,う証明書です。これはどういうことかっていうと、やっぱりどんな会社でも事務所とか持つと思うんですよ。店舗とか持つと思うんですよ。何でもいいんですよ。自宅でもいいです。自宅を事務所でもいいんですよ。そうすると、その自宅をどういうふうな、誰から借りれるかっていうことが必要なんですよね。もちろん自己所有でもいいと思いますけども、今回私は、えー、賃貸ということにしましたね。賃貸。賃貸で貸主と借り主の契約書を作って、それぞれの印鑑をして出しました。 それだけなんですよだからいくらでも作れますよね。自宅でやってる方は、例えばお父さん、お母さんに借りてるという体にして、で、印鑑をしてもらえばいいと思うんですよ。簡単でしょ <laughs>、うん、で、家族で住んでる方は、家族の誰かからそこを借りてるっていうことにすればいいと思うんですよ。うん、すごい簡単でしたね。だから、ゆうちょ銀行で銀行口座を作ることを私はね、おすすめします。法人を作るんでしたら。で吉恵さんもお考えでしたら、ゆうちょ銀行を一発目にやってみるといいんじゃないかなと思います。あと、ゆうちょ銀行で、 半年ぐらい取引したら今度は他の銀行の口座を作ることをもやればここでの実績がね半年ぐらいありますからどん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 作れていけるんではないかなと思いますそして当然ですけどもセルフバックですよね法人のセルフバックっていうのがあるんですよクレ,、えー、クレジットカードでそれをバン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 作っていって <laughs> これはね5万とか10万とか稼げる話になりますからだから法人作るとね本当にね儲かりますで税制面でも有利です ですので、私は法人を作ること、特に株式会社を作ることをお勧めします。では以上です。